皆さんやっぱこの時間ですからあれですよね、まあ、仕事もね終わっての方も多いんでしょうから、まあ疲れてるっちゃ疲れてるんですよね。いや、そうですね。だから疲れを取るために多分この今からレッスン切ってるんでしょうからね。じゃあ疲れってね、何が疲れてるんですかね。何疲れてるんですかね。いや、体でしょっていう感じでしょうけど、いや、もちろん体もね疲れてると思うんですけど、一番はね脳なんだってね。なんか脳のね疲れが疲労の原因だっていうふうに最近言われてるみたいですよね。で、脳って知ってます？体のね、重さって体の2%しかないのに、消費カロリー、消費エネルギー20%もあるんですよね。脳みそってすごくエネルギー使うところなので、だからやっぱりね、脳が疲れてると、もう疲れを感じやすいって、そりゃそうだよなって感じするんですよ。で、じゃあ脳ってね、どうやって休ませればいいんですかって話でね。疲れて、いや、体は休めるじゃない。体は疲れたなと思えば動かなきゃいいんですからね。寝っ転がればいいんですよ。で、脳ってね、体動いてなかったとしてもですよ。寝っ転がったとしても脳って休んでます？休んでないですよね。だってずっと考え事してますからね。脳科学者がね、よく言ってるのは、僕らって1日に6万種類だか7万種類ぐらいずっと考え事してるのってね。そうすると、寝てる時以外の時間だから、ずっと考えてるから、寝てる時以外の時間で考えるとね、計算してみたら大体1秒間に1回ぐらいだと、なんかもうずっといろいろこう考えてるっていうね。で、だからずっと考え事してるにもかかわらず、さらにそのね、最近はもうものすごい忙しいですから、マルチタスクっていうの聞いたことあります？同時にいろんなことを処理するってやつね。だから仕事なんかでも、電話しながらなんかメールチェックしたりとかね、あるいはそのあれもダメらしいですけどね、そのうちやるんですけど、テレビ見ながらね、ご飯食べたりとか、スマホ見ながらなんかご飯食べたりとかさ、そういうのもマルチタスクっつって、これがね一番その脳にダメージ、脳って一個のことしかね考えるのが得意じゃないですから、同時に何かを考えるっていうのはすごくストレスになるんだってね。だから現代社会の忙しい中で、なんかあれじゃない、その仕事とかでもさ、マルチタスク、同時に仕事したり、なんか1時間に同時になんか2つか3つの仕事するのも、これもダメらしいんですけど、これすごい脳疲れるから、マルチタスクやってる時ってもうストレスだから、免疫力下がってきたりとか、無気力になったりとか、脳が萎縮する原因にもねなってるらしいんですよね。だからとにかく、だからね、脳みそをこう休ませなきゃダメなんですよ。僕らのこのね、忙しい現代社会の中ではね。脳みそ休ませてますか、皆さん。じゃあどうやって休ませるのって話もね。脳ってだから簡単に休めないので、ぼーっとしても何かずっと考えてるから、じゃあどうやって休ませるか。これ瞑想しかないんですよね。やっぱり瞑想しかない。瞑想っていうか、一個のことだけ考えるっていうね。そういう時間をね、一日の中に絶対取った方がいいですよ。じゃないともうずっと脳みそ考えて、どんどんだから疲労していく。だから脳が老化していくね、もう原因ですから、もうずっと考えをしてるってことはね。だから瞑想みたいなので、その呼吸に集中したり、一個のこと考えるっていうのは脳みそを休ませる唯一の方法なんですよね。だからこれからやりますけど、呼吸に合わせて、呼吸と一緒に体を動かすって、これもだから一個のことに集中するっていうことなので、これもね、脳をすごく休ませる、テクニックですよね。だから、ヨガをやるときに、それ以外のことはね、考えない方がいいんですよ、だから。自分のね、ポーズうまくできてるかなとかさ、そういうの余計なこと考えると、だからこれマルチタスクみたいになっちゃうから、脳が疲れちゃいますから。もうとにかく、だから呼吸に合わせて動く、それだけね。呼吸を感じる、自分の体を感じる、もうとにかくね、それだけを感じようとするっていうのが脳の疲れを取る。だから脳の疲れが取れると自分の体の疲れが取れるってことですから、いいですか？この余計なこと考えないでね、もうとにかくもう呼吸、ね、呼吸だけを感じようと思って、これからちょっと体をね動かしてみてください。じゃあまずは呼吸に集中する練習です。いいですか？じゃあ左右の座骨にバランスよく体重をかけて、背骨まっすぐです。じゃあまずは呼吸に集中する前にね、自分のね頭の中、考えをチェック。今
どんなことが気になってどんな考えが浮かんでそしてどんな気持ちなのか、でほっとくとねもう次から次からいろんなことが気になりだすんですよね。だって1日6万種類ですよ、頭の中で考え事を生み出すんですから。今もね、なんか音が聞こえるだの、なんかすごい寒いなとか、もう五感はもうとにかくね働きますから。で五感って外からの刺激をこう入力する、インプットする。そしてそうすると五感でインプットされると必ずね脳が反応しちゃいますよね。なんか判断するんだよね、寒いか暑いかとか心地いいかそうじゃないかとか。例えば床の感覚とかもそうでしょ、気になりますよね。なんかあんまりね心地よくないな、硬いなとかさ、ゴムの感触だのさ、いろいろとこう考え出すんですよね。でこれはだからほっとくと脳はどん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 エネルギーを使って疲れていく。そしてそれが僕らの疲労の原因。じゃあそれをねやめる練習、呼吸に集中する練習ね。鼻から息を吸って、鼻から息を吐く、鼻から深く吸って、鼻から全部吐く。